こんにちは、中国エリア代表のマキコです。言ってみたい偉人のセリフ第7弾。営業は断られるのが当たり前じゃけん、いらないはこんにちはと同じぐらい聞き流すんじゃ。どうでしたか？胸に染みましたか？また明日も待ってます。バイバイ。